そしてその後引き続いて、トランペットの松崎さんがもう一度あのトランペットを響かせていただけるそうです。ただちょっとお願いなんですが、団結頑張ろうがあるとその後立って出口へ向かうというあの条件反射のついている方もたくさんいらっしゃると思うんですが、今日はこの後デモですので、もう一回座っていただいてご案内、順次ご案内しますので、それで出ていただくようにお願いしたいと思います。よろしくお願いします。じゃあどうぞお願いします。こんにちは、日本平和大会の東京青年実行委員会です。今日は本当に これだけのたくさんの人たちがオスプレイに反対して集まっているっていうことにすごく勇気を得ています。今年は11月の23日から25日までのその連休の3日間で東京で日本平和大会というのが開かれます。で、今年はちょうどその11月の24日にフィリピンの米軍基地撤去から20年ということで、そこともリンクしながら東京から米軍基地を撤去していこうという声を上げていこうというふうに、考えています。それで東京の青年実行委員会では横田基地にフィールドワークに来て、でこれだけ大きな基地を撤去したらどんな街づくりができるのかというのを、実行委員会でみんなで話し合いながら新しい地図を作ったりとか、あとフィリピン の, 米軍基地の撤去の歴史を学んだりとか、そういうことも積み重ねてきました。それで、お手元の資料の中にこの黄色の瓶用のチラシとか、あとなんか赤ちゃんが描かれてるピースシャウトっていうこれも青年集会が平和大会の1日目にあるんですけれども、その案内になってますので、よかったら申し込み用紙も一緒に入っているので、ぜひ参加してもらいたいなと思います。はい、それでは、コールを、して練習からしていきたいと思います。お願いします。皆さんお疲れ様です。東京平和委員会の大越です。皆さんこれお持ちですか？先ほど配られた出してくださいね。出ますか？おそこそ出してください。皆さんいい写真撮りたいと思いますので、あ、忘れてた、今出していいですか？ちょっと真ん中の子たちマスク大丈夫ですか？出ました。はい、これ1枚ですからね。最後までこの面でいきたいと思います。それで、ここにカメラマンがいますね。皆さんいい顔してやってください。よろしくお願いします。まずは練習から、座ってると気持ちが出ないので立ち上がりましょう。最高。もし持ってない方、手を大きく上げて持ってるぞーみたいな。あ、いいですね。今後ろ撮ってもよかったですね。こうですね。いいですよ。いきます。私が最初にオスプレイと言います。そしたら皆さんはノーと言ってください。いいですか？練習です。いきますよ。オスプレイ、ノー。上手、うますぎ。練習いらないです。でもう一回やりますね。今じゃちょっとおとなしいので、本当に撤去したいと思いますので思いを込めていきます。オスプレイ、ノー。まい。それではその次ね、横田基地と私が言います。そしたら撤去せよと言ってください。いいですか？ここからですが思い切り思い込めていきます。横田基地、撤去。もう一度いきます。ちょっとまだね足りないですね。いいですか？もそもそっと聞こえますからね。撤去せよ、腹からお願いします。いきますよ。横田基地、撤去。いいですね。笑顔があると最高によろしい。はい、それ最後ね、撤去に向けてと私が言います。そしたら頑張ろうです。いいですか？頑張ろう、得意ですね。皆さん頑張ろうもこれでいきたいと思いますよ。いきますよ。撤去に向けて、頑張ろう。最高、上手です。いいですね。もう一度いきます。撤去に向けて、頑張ろう。いいですね。では本番。いいですか？この3つですよ。本番バッチリ写真撮らせていただきますからね。はい。はい、落ちないように行きますよ。オスプレイ、ノー。横田基地、撤去。撤去に向けて、ノー。もう一度、撤去に向けて、ノー。私たちの憲法9条
を大切に戦ってまいりましょう。どうぞよろしければ手拍子なり楽しんでください。それでは演奏中ですが、それに合わせて皆様の指揮を行っていきます。本日は4月大会でデモを行います。第5ゲート、第2ゲートの前を通り東内山地を通って富士山の近くの公園で流れ川さんを行います。まず最初に定番の責任者アナウンサーを引き受けている方、受付の方へ、集まってください。最初に定番の責任者アナウンサーの方は受付の方へお集まりください。代表者の方、派遣からの参加者の方、席を立って、出口の方へ移動をお願いします。23区の平和団体の方もその後移動をお願いします。まだ10分だとありますからね。どうぞ元気に楽しいパフォーマンスやりながら行く前に楽しんでください。その次は労働組合からの参加の方、出口の方へ向かってください。労働組合からの参加者、どうぞ出口の方へお向かいください。第3集団定段の編成の要因の指示に従って、デモの定段を編成していってください。次に三束関係を2つに分けて、出ていきたいと思います。最初に西玉以外の三束の中たち、立川や岸間も含めて西多摩方面以外の三多摩の方たち、出口の方へお願いください。途中に現れて出迎え演奏などしたいと思いますので、どこに出てくるか楽しみにお待ちください。では元気にデモ行進出発してください。はい、じゃあよろしくお願いします。